どうも、レウンゲーム TV です。今回も、ポケットモンスター、スカーレット・バイオレットに隠れた細かすぎる小ネタを集めてみました。伝説ポケモンに乗りながら L スティックを押し込むと、高速でダッシュすることができますが、ここで、ダッシュ中に急に方向転換すると、このように、ブレーキドリフトをかけることができ、さらに、今の動作をする瞬間に、B ボタンを押してみると、このように、さっきより斜めのスライドブレーキをかけることができるようになっている。作り込みがすごい。ストーリーで何度も乗り込む、スター団のアジト。通常であれば正面の門から近づいて下っ端とバトルをすることになりますが、ここで正面から突入せずアジトの裏側の崖に回って不法侵入しようとすると、と入り口から正々堂々と来るように言われ、元の場所に戻されてしまう特殊なイベントを見ることができます。パルデア地方のあちこちにある洞窟。この洞窟を抜ける瞬間の主人公を正面からよく見てみると、よく見ると、洞窟を出た時に一瞬だけ、主人公が眩しそうな仕草をしている。こだわりがすごい。パルデア地方の各地にあるポケモンセンターでは、過去作と同様、誕生日を設定することができ、通常であれば、設定するとこのようなセリフになりますが、ここでいきなり今日の日付に誕生日を設定すると、設定した後にいきなり誕生日を祝ってもらえる。主人公が誕生日なことに関しては1ミリも反応しないネモ。バトル以外のことには興味がないのか。またここでウルード氏の時に4年に一度やってくる2月29日を誕生日にすると、ちょっと特殊なセリフを聞くことができます。と、誕生日がない年は2月28日に来るよう言われるという、ウルード氏生まれの人に配慮された親切なセリフが用意されている。配慮が細かすぎる。序盤の崖から落ちて伝説ポケモンと出会うシーン。このシーンの直後、洞窟でレベル40のヘルガーと遭遇するイベントがありますが、これは魔剣イベントになっており、戦うを押しても負けてしまう仕様になっていますが、ここで戦う以外のコマンドを押してみると、逃げようとするとこのような専用メッセージになり、バッグを開けようとすると
さらにポケモンを交換しようとすると、と様々なこのバトル専用のメッセージが用意されている。またモンスターボールを出して捕まえようとすると、このようなメッセージになり、攻撃以外の選択肢が選べなくなっています。ちなみにこのフェルナーに遭遇する前に伝説ポケモンと洞窟を歩くシーンをよく見ると、よく見ると実はこの時点ですでに例のヘルガーが崖の上からこっちを睨んでいる。主人公が移動するとちゃんとヘルガーの顔も動いている。まさかこの時点で伏線があったとは。また洞窟を脱出した後、メモに灯台を登ろうと言われますが、ここで灯台に登らずにさっき落ちた崖のところまで戻ると、このように侵入禁止になっており、投稿した後に訪れるともう見られないメッセージを見ることができます。また灯台の上にいるネモを無視して学校に投稿しようとすると、灯台の上から大声で呼び止められた。また発売時に話題になっていたバグを使えばネモを振り切って強引に投稿することもできるのですが、学校の門にたどり着くとこのようなメッセージが表示され、メモを灯台に置き去りにして投稿はできないようになっていました。以上、ポケモン SV の小ネタ集3でした。